皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安瀬でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日ねお風呂から出たらね、左足ね、左膝にですね、激痛が走りました。まあ、しかしね、もうね、入院中からね、たくさんのね痛みを体験してるからね、まあ少々の激痛がね体に発してもね、そんなにね驚かなくなってるんですよ。まあ、最近ねその僕がね、僕を脅かしているその帯状疱疹のね症状でですね、まあ、座骨神経痛のような痛みも経験していますし、まあ、皮膚表面のね日焼けの後のね火傷のような痛さもね経験してますのでね、まあね、まあ、そんなになことがあってもね驚かなくなってるんです。でもね、まあ、激痛が発した瞬間はね痛いですよ。やっぱり痛いです、激痛なんでね。とまあそんな感じでね、最近の僕をこの脅かしている帯状疱疹なんですけどもね、なんでこう帯状疱疹になったかと言いますとですね、まあ、これにはねこういう説があるんですよね。まあ、骨髄移植をしてもうすぐね2年経つ頃になのと、免疫力を抑えるために免疫抑制剤という薬を飲んでるからなんですよ。まあ、この2つがね、僕が帯状疱疹になった理由かなっていう説なんですけどもね。まあ、僕はねその2018年のね3月にね白血病になって、でその治療のためにね2018年の8月に骨髄移植をしました。まあ、骨髄移植というのはですね、ドナーさんの体からもらった健康な細胞、骨髄液というのがあるんですけども、その骨髄液を患者さんの体、僕みたいな患者のね体に輸注して体に入れて、患者さんの体の中にあるね命を脅かすその悪い細胞をね滅殺していくというね治療法でございます。その骨髄移植っていうのはですね、副作用合併症がねあるんです。でまだその副作用と合併症はね大きくね2つに分けられます。骨髄移植後100日前後までに体に起こる副作用合併症をね急性 GVHD と言います。で骨髄移植後およそ100日以降に体に起こる副作用合併症をね慢性 GVHD と言います。100日までが、急性 GVHD、 100日以降が、慢性 GVHD ってこういうねこの2つにね名前が付けられてるんですけども、まあね、誰が付けたかは知りませんけども、まあ、世界基準でねそのように呼ばれてます。で僕は先ほども言いましたけども、その骨髄移植をねしてから2年弱なので、骨髄移植をした人らがねちょうどその2年経つか経つか変かぐらいの頃合いの時期に、その帯状疱疹は発症してしまうというケースがあるんですよ。でその僕はちょうどそのケースに入ってしまいました。これは人それぞれなので、帯状疱疹になる人もいればならない人もいます。もっと早い時期になる人もおれば、もっと遅い時期になる人もいてるので、まあ様々なんですよほんまにね。まあでもね、遅かれ早かれなる人がいてます。なる人が多いということです。でしかしね、この時期になる人がね多いことからですね、この骨髄移植2年前後でね、その帯状疱疹が発症しますよっていうね基準がね定められたようです。誰がするのか知りませんけどね。そしてその免疫力を抑える免疫抑制剤を飲んでるんですけども、でこれはね先ほどもお話ししました、骨髄移植の副作用合併症を抑えるために飲んでます。でこの場合の抑える免疫力というのは患者さん側の免疫力のことです。僕の免疫力のことです。で患者さん側の免疫力を抑えないと、ドナーさんからもらった健康的な細胞、骨髄液がですね、患者さん側の悪い細胞、白血病細胞と衝突して患者さんの体にね影響が出るんですよ。その影響というのは、まあ、各臓器に障害をもたらすことによって起こる、まあ、下痢嘔吐などがね代表的に挙げられますけどもね、まあ、下痢嘔吐がなくてもね、その各臓器がその正常に機能しなくなってしまうことがあって、まともにこの生活できなくなってしまうほどの体になってしまいます。それを抑えながら、ドナーさんからもらった健康的な細胞を患者さんの体に馴染ませていくために免疫抑制剤を飲んでいます。そんな免疫抑制剤は文字通り免疫力を下げるお薬、抑えるお薬なので、免疫力が下がると帯状疱疹ウイルスが勝
発化してきてですね、その感覚神経や運動神経など末梢神経をこう刺激して痛みを負わせて、やがてですね皮膚表面にまで出てきてですね、皮膚細胞をねその刺激して水ぶくれや赤い点々ブツ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 になってね姿を現します。まあ、といったねさまざまなことがね原因となって僕の体には今帯状疱疹が発症しております。そしてねそんなね帯状疱疹の症状がね出だしてからね2週間が経ちました。まあ、帯状疱疹になったのはね実はね2回目なんですよ。1回目っていうのがですね、まあ、小学校2年か3年生の頃にねヘルペスという病気になったんですけども、実はこのヘルペスとその帯状疱疹は同じウイルスが原因で発症します。あの時の記憶ではですね学校長いこと休んでて、何日休んでるか忘れましたけども、まあ、ずっと、ね、家で寝てて、まあ、お母さんとね病院に通ってはまた家に帰ってきて寝てて休んでというね、まあ、小学生からしたら暇でつまらん時期でしたわ。まあ、今考えたらね仕方ないことなんですけどね、今やったら理解できるんですけどもね、まあそんな記憶しかねなかったですね。なんせかれこれね30年前の話なんでね仕方ないですよね。まあ、なのでさすがにね症状までは覚えてません。お母さんに聞いたらねこんなんやったでって覚えてるかもしれないですけども、僕はねあの時その子供やったんでね、もう小学校2、3年生やったからねそんな覚えてないです。せやからねこの2週間でね僕の身に起こった痛みや苦しみといったね症状がね全て初めてになるので少しねビビってました。まあ、この帯状疱疹の症状というのはですね、水ぶくれや発疹やね、その神経痛やね、日焼けの後の火傷のような痛みとか、痒みなどがね、様々な症状が出てくるんですけども、まあ、出る順番はね、人それぞれですし、どれが出たけど、どれが出なかったっていう人もいてます。まあ、僕は今挙げたのがね、全部出ました。でも大体は水ぶくれは出てくるみたいですね。僕も今水ぶくれと発疹とかゆみがね続行中でございます。でもそんな痛さやかゆみを感じたこと自体っていうことに関してはもう慣れてしまいましたね。ああまたか、痛みを感じることはね生きてる証拠やからな、なんてね前向きに受け止めてね受け入れるようになりました。そんなね最初にお話しした左膝にやってきた新しい痛みなんですけども、それは何かと言いますとですね、水ぶくれがかさぶたになる前に皮がめくれてしまったということなんですよ。まあ、お風呂上がって気づいたんですけどね、きっとお風呂でね皮がめくれてしまったんでしょうね、水ぶくれの皮がね。まあ、優しく洗ってたはずなんですけどね、水ぶくれになってる左足はその泡だけでこう泡で撫でるだけにしてたんですけども、一番最初にね赤いブツブツになって水ぶくれになった箇所のね皮がねめくれてしまってね、傷口がむき出しになってしまいました。なのでね余計にねヒリヒリしております。傷口のね水ぶくれのね周りはね、まあ相変わらず日焼けの後のね火傷のようなヒリヒリとした痛みがね続行中でございます。でむくんでるところもねそのもちろんヒリヒリも、あの赤い点々のところもヒリヒリしてます。ほんでまあ痒いんですわ、そのね周りがね、かきむしればかきむしるほどね痒くなるのね最悪です。で一回かいてしまったらね止まりません。ほんで後悔するんですよね、わーやってもうたーってね。でもね本当の日焼けの火傷じゃないので、かきすぎてもその皮がベロンってねめくれていくとかはないんで、まあ、存分にかきむしることができるんですけども、まあ、その後はね気持ちで耐えるしかありません。もう少しでね皮が硬くなってきてかさぶたになってくれるところまでね行ってたんですけどもね、まあちょっと爪が甘かったですわ、油断してしまいましたね。まあ、これはね病気とは関係ありませんけどね。まあ、例えばその健常な、ね、状態でもこの擦り傷などができてしまってもね、その傷口っていうのはねそのかさぶたがきれいに取れるまで痛いじゃないですか。まあ、それと一緒なんですわ。これはねでもねその病院でね塗り薬をもらってるので、その水ぶくれの皮がねめくれてむき出しになった傷口にですね塗りまくって回復を待つしかないです。そんな感じでねしっかりねアフターケアをしていきます。まあね今日はそんな情けない話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。